皆様この度は受賞誠におめでとうございました。本当にそれぞれのですねお話が日々活躍されていらっしゃいますそれぞれのフィールドでの取り組み、もっともっとお話聞きたいなと本当に思わせていただきましたけども、それぞれ皆さんの今後のますますのご活躍を記念しております。表彰式はこれで終了となります。受賞者の皆様、この後ですね閉会式の終了後にですねステージでお写真を全体で撮らせていただくということですので、後ほどその際にはこちらでよろしくお願いしたいと思います。さて、午後1時から本日行ってまいりましたけれども、このシンポジウム表彰式、閉会にあたりまして最後にグッドライフアワード実行委員会の山本良一委員長にご挨拶を頂戴したいと思います。では山本委員長よろしくお願いします。皆さん拍手でよろしくお願いします。皆様本当に受賞されておめでとうございます。私後から駆けつけてきたもので、大半の講演をちょっと聞き逃して大変申し訳ございませんでした。ちょうどエコープロ10がですね今日が最終日でございまして、まあ大変なそちらの方もにぎわいでございました。さあそれでですね、私から申し上げたいのはですね、今年の世界の年間平均気温はおそらくですね、昨年に比べて 0.2 度 C 上昇するという世界気象機関からですね、そういう暫定的な予測が出てるわけです。で、昨年までで世界の平均気温は1度 C も上昇してますから、なんとあと4年でですね、このスピードでいくと東京五輪までにですね、産業革命以前に比べて2度 C も温度が上がってしまいかねないということで、これは私はもう地球温暖化のこの非常事態をですね宣言しなければいけないと、まあ、そういう事態に我々は今直面している。したがってこれは大変有意しい問題でございましてですね、我々の産業経済日常生活の全面にわたってですね、大変深刻な影響がこれから増えてくると、まあ、そういう中で今日の表彰式、たくさん表彰されましたが、大変私は心強く思っております。今年の年間の何か兵庫の中、候補の中にですね、日本死ねという言葉もですね、まあ、ありました。ところが今日のお話を伺うとですね、私は日本生きよというね、大変心強い気持ちになってまいりましてですね、これならばやれると、我々はですね、難問を突破できるんではないかと、まあ、いうふうに今考えて、先ほど審査員の一人である藤野先生、一番最年少の審査員でございますが、まあ、藤野先生にはね、もうこれから20年はカーボンゼロの原理主義者で頑張れと、先ほどというのは私はもう古希の年齢でございましてですね、まああと10年20年は生きられないんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ今日もご出席のですね、まあ、若い方々が奮起して、今我々はですね、日本のみならず人類全体、地球生命圏全体がですね、ここ未曾有の危機に直面しているということをね、夢にも忘れずに、皆さんの力ならそれを突破できると、まあ、いうふうに私は固く信じているところでございます。どうも今日は一日中ご参加いただきまして誠にありがとうございました。氷川先生ありがとうございました。以上で私の挨拶を終わりにします。山本委員長どうもありがとうございました。皆様長いお時間にわたりお力添えいただきましてありがとうございました。これにて第4回グッドライフアワードシンポジウム表彰式を終了とさせていただきます。グッドライフの輪が今回をきっかけにまたますます全国各地で広がりますことを心より記念しております。そしてまた来年も
ムドライフアワードございますので、本日初めて見たという方でちょっとチャレンジしてみたいなという方がございましたら、このような形でどん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 輪が広がっておりますので、ぜひぜひ、ご視聴できればなというふうに思っております。それでは受賞者の皆様はこの後ステージでお写真を撮影させていただきますので、こちらの方にお越しいただき、またご来場者の皆様におかれましてはぜひですね、交流の方も深めていただきつつ、またぜひ皆様からのご意見も受けたまりたく、アンケートの回収もさせていただいておりますので、合わせてお願いしたいと思います。それでは本日皆様午後のお時間長丁場でございますけども、お力添えいただきまして、本日お集まりいただいた皆さん、そして受賞者の皆さん、すべてに温かい拍手で結びたいと思います。皆さん本日は誠におめでとうございました。